はい、こんにちは、ミガスです。今日はですね、料理です。料理というか、はい、こちら、コストコでね、買ってきた肉なんですけど、ロースで2キロぐらいのバカでかいやつをこう12、3枚に切ったうちの1枚なんですけど、ステーキとして食べるにはちょっと硬いんですよね。なので今日はこの硬いコストコの肉を柔らかくするっていう実験です。はい、やり方は至ってシンプルです。先ほどのお肉、これをですね、まずは引っ叩きます。はい、ある程度引っ叩いたら、はい、ボウルにぶち込みます。そしてコーラですね。コーラを投入。おお、少々減っとる。なのかな。はい、こんな感じでコーラに浸します。まあ、コーラじゃなくてもね、炭酸だったらビールとかでもいいと思うんですけど、でこれで、10分以上放置するということですね。では、今から10分間ちょっと置いててみます。はい、ご覧ください。時間がね、20分ぐらい一応漬け込んだんですけど、アクがすごい出てますね。まずはこのお肉を洗います。はい、お肉の方を洗いました。なんかもう色がね、ちょっと変わってますよね。さあ、肉を焼くときなんですけど、フライパンをね、十分に熱してください。一応塩コショウしておきましょうか。なんかな。さあ、フライパンが十分に熱されたところでお肉を焼いていきましょう。あ、すげえ柔らけえかも。でね、お肉焼くときは最初強火で、まあ、表面をね、ちょっとカリッとさせて、まあ、中の肉汁がね、出ないように閉じ込めるという感じですね。はい、見た目汚くてすいません。コストコステーキです。ロースです。さあ、それではいただいてみましょうか。さあ、本当に柔らかくなってんのかな。いただきます。うん、まあですね、結論から言うと、ちょっとうわ、すげっていう感動はありませんでした。ね、ネットで調べると10分以上漬け込むといいって書いてあるんですけど、まあ、20分漬け込んだんですけどね、まあ、そもそもがちょっと硬いのかなと。煮込みにはね、すごくこれいいんですよ。なんですけど、焼いてステーキっていう風になると、やっぱりリブロースじゃないとちょっと硬いかなって気はしますね。うん、まあ効果はありました。効果はありましたけど、なんかこう、もう違うやり方の方がいいかもしれないです。はい、ということで、コストコの塊肉を柔らかいステーキにする。と思ったんだけど、あんまりうまくいかなかったっていう動画でした。以上です。じゃあね。